諸君、いつまでもこんな連中に好き勝手させておくのはどうだろう。そろそろ急を据えるべきではないかね。くっくっくっ、よく言ったな世界。我が輩も全く同じことを考えていたところだ。今こそ裁きの神が降臨せしとき、不届きなる輩よ、拙者の鉄により砕け散るがいい。いざバリッシュ。あの、尾張さん、イルカさん、こういうのは放っておいた方が、あえて火に油を注ぐことはないんじゃないですか。こら、レイジ君、何を傍観しているのだ。君も早く加わりたまえ。そうだ、ナンバーゼロ、我が輩たちのたぎるフォースの力を解き放ち、この戦線を勝ち抜くのだ。おー、こいつら手強いじゃないか。こうなったらドス攻撃でサーバーをダウンさせて。オワリさん、それなんかわかんないですけど、犯罪っぽいので絶対にやめてください。くらえ、ヒゲアスケアド4コマ無限地獄コピーピああ、終わった。浅野さんの登場ですよ。って何よここ、ちっとも涼しくないじゃない。どうなってるのよ。クーラーが壊れちゃったって話したでしょ。だから基地はすっごく暑いって。そういえばあんた、そんなこと言ってたわね。すっかり忘れてたわ。マジ最悪。レイジ、あんた、暇そうにしてるわね。だったら私のこと仰ぎなさいよ。はいはい、わかりましたよ。生ぬるい風しか来ないわよ。もっと気合い入れて仰ぎなさい。バイトのくせに堂々とセクハラ。いい度胸してるじゃない。 いえ違いますよ。いやらしい気持ちなんかじゃありません。ただ姉妹なのに全然違うなって。デイジー。
ださいよ。勘弁なんかしないわよ。どいつもこいつも比べることは同じ。どうして男は胸の大小で女の価値を測ろうとするの。あんなものあったって別に使い道なんてないのにさ。お姉ちゃん、レイジ君いじめちゃダメでしょ。いじめてなんかないわよ。女性に失礼なこと言うと痛い目に遭うってちょっと教育してやっただけ。ちょっとレイジ、あんたまた私たちの胸を見比べてたでしょ。違いますよ、そんなことしてませんって。それより浅野さん、さっきから思ってたんですけど、ひょっとして酔ってます？そうよ、なんか悪い？大人だもん、お酒飲めるもん。今日は朝からカラオケ大会だったから、そりゃお酒ぐらい飲むわよ。カラオケ大会ですか。浅野さんがいるならすごく盛り上がりそうですね。もちろん盛り上がったわよ。まず最初が私による夏メロメドレーでしょ。それから私による J-POP メドレー、さらに私による洋楽メドレーで、お待ちかねの私によるアニソンメドレーへと突入するわけよ。もう最高でしょ。さっきから浅野さん一人しか歌ってないようなんですけど、他の人はそれで大丈夫なんですか。他の人？何それ。え、だってカラオケ大会なんですよね。だったら他に何人かいるんじゃ。はぁ、あんた頭おかしいの。他人とカラオケ行ってどうするの。カラオケって一人で行くもんでしょうが。そうなんですか。他人の下手くそな歌とか聞いて、あんた楽しいの？嬉しいの？感動するの？癒されるの？私は全然そんなことない。だからカラオケ大会を一人でするのは当然のことなの。ちっともおかしくなんかないわ。ああ、確かにおかしくありませんね。レイジ君、お姉ちゃんはお友達とカラオケに行こうと思ってもできないんだよ。だってお友達が一人もいないから。ちょ、言うの。あんた余計なこと言わなくてもいいの。でも今日はちょっとだけ二人で歌ったりしたんだよね。お姉ちゃんがお財布を忘れてお店を出られないってユーノのこと呼んだから。いいじゃない、姉妹で仲良くカラオケできたんだから。それよりあんたアイスクリーム買ってきてたでしょ。早く冷蔵庫に入れないと溶けちゃうでしょ。あ、そうだった。ヒューのうっかりしてたよ。早く冷蔵庫に入れないと溶けちゃうね。トロトロのアイスなんて食べにくいもんね。レイジ、なんか私に言いたいことでもあるわけ？激しくありません。ま、別にいいけどさ。ところで、変態は何してんの？人のこと呼びつけておいて留守なんてことないわよね。
オワリさんなら自分の部屋にいるはずですけど、浅野さん、オワリさんに呼ばれたんですか？そうよ、ちょうどユーノがカラオケ屋に着いた頃よ。電話がかかってきて、夕方基地に来いってさ。どうしてですか？どうしてって、セブン評議会を開くんでしょ。私はそう聞いたけど。え、セブン評議会を？お、浅野ちゃんと来たようだね。感心感心。来たわよ、ちゃんと言うのも連れてね。でも終わり、あんたさ、セブン評議会開くにしたってどうして日曜日なわけ？日曜日って言ったら休日なのよ。私だってカラオケ大会で休日を満喫してたんだから。どうせ一人カラオケ大会だろうに。別に悪くはないさ。ただ裏若き乙女がせっかくの休日に一人カラオケ大会というのはいささか残念に思えてね。浅野、ただでさえお前は言うのに比べると胸が残念なんだから、せめて行動ぐらいはどうにかした方がいいんじゃないか。変態、あんたもなの？胸なんてあったところで別に使い道なんてないでしょ。そんなもので女の価値を決めるんじゃない。それは違うぞ浅野、お前は間違っている。大きな胸には多種多様の使い方があるのだ。よし、この間ダウンロードしたスペシャルな動画を今お前に見せてやろう。セクシー女優が大きな胸を使って、それはもういろんなことをする様を見せんでいい。っていうか見せるな、この変態。こら、浅野やめるんだ。これは立派な社内暴力だぞ。ててやめろって。世界さんのこといじめてる。ダメだよ、世界さんは一応ジャッジメントセブンの社長さんなんだから。お姉ちゃん、一緒にお楽しみ会の準備しよう。テーブルにお菓子とか並べないと。ほら言うの、お楽しみ会ではなくセブン評議会だと何度言えば。お楽しみ評議会の準備だね。お楽しみ、お楽しみ。さあお姉ちゃん、行くよ。わかったわよ。やれやれ、ひどい目にあったぞ。レイジ君、俺は何か間違ったことを言ったかな？いえ、何一つ間違ったことは言ってません。個人的にはオワリさんの勇気を尊敬します。でもその痛みは自業自得ですから。ところでオワリさん、今も言ってましたが、これからセブン評議会を開くって本当ですか？ああ、本当だよ。あれ、ひょっとして言ってなかったっけ？実験を中断したあたりで思いついてね。急いでみんなには知らせたんだが、どうせ君は戻ってくるからって言うの忘れてたよ。6時ぐらいから始めようと思ってるから、いつも通り準備はよろしくね。やれやれ、今日はもう帰れると思ったのにな。
うん。